フィギュアスケート男子は日本勢が世界をリードする中、強力なライバルがこの夏アイスショーのために来日しました。世界が注目する2人にエブリィが迫りました。先月アメリカから来日したイリア・マリニン選手18歳。帽子の文字は妖怪って神。そう、彼は人呼んで4回転の神。マリニン選手は史上初めて試合で4回転アクセルに成功。4回転半回る超大技です。そして今回新たな挑戦に臨みました。今年3月、宇野昌磨選手が優勝した世界選手権ではマリニン選手は銅メダル。注目の2人がこの夏アイスショーで来日。その素顔をエブリが直撃しました。今月初め、横浜で行われたアイスショードリームオンアイス。本番前にマリニン選手が練習していたのはあの超大技、4回転アクセルです。しかも難しい入り方からのジャンプで難易度を上げていました。4回転アクセルに挑戦したきっかけとは。練習を始めたのは、ユズルが北京オリンピックで挑戦したのを見たからです。本当に素晴らしい挑戦でした。自分もやってみたいという気持ちになりました。挑戦のきっかけは、スケート界のレジェンド、羽生結弦さん。最も影響を受けたスケーターの一人だと言います。こちらはマリニン選手の子供の頃の衣装。どこか見覚えがありますが、そう、羽生さんが平昌オリンピックで連覇を果たした時のフリープログラムの衣装を真似したといいます。これはマリニン選手自身のアイデアだったとか。子供の頃、本当に本当に大の羽生ファンだったんです。今でもその衣装を持っています。時々衣装を見て当時を思い出しています。そんなマリニン選手は今回ドリームオンアイスで新たな挑戦に臨みました。新しいショートプログラムを披露したマリニン選手。これまでフリーだけに入れていた超大技4回転アクセルをショートにも入れることにしたのです。失敗は許されないショートで4回転アクセルを組み込む異次元の構成。今回が初めての挑戦です。4回転アクセルは初めての挑戦は転倒。しかし手応えをつかんだといいます。史上初の挑戦で会場を沸かせたマリニン選手。最後のステップでもラテンのリズムに乗せて会場を盛り上げます。新しい挑戦を終えマリニン選手は、ショートプログラムに4回転アクセルを入れるので確率を最大限上げるために集中が必要です。今日初めて挑戦しました。もっと練習すればより簡単にできるようになると思います。一方、ドリームオンアイスには今回もう一人注目の選手が出演。ファンの前に姿を現したのは、日本勢とともにスケート界を牽引する2人。シーズンに向けて目標を書いてもらいました。スケートで皆さんに喜びをもたらしたいです。ジャンプに加えて表現力や芸術面にも力を入れていきたいです。
秋から始まる新シーズン、日本勢のライバルにも注目です。